tego owszem. ノエッチさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございました。多分治ってるんじゃないかと思います。ムカつく、ムカつく、くっそ。大丈夫ですよね、きっとね。ラウンド1ヌエッチさん、声 OK です。わら、助かります。ザックさん、こんばんは。Round 2. Fight!
ヌイッチさん、それ難しいですよね。ね、難しいっすね。でも安定、練習したら安定するような気もするんですよね。すごい減るじゃないですか。だから頑張ってみようかなと思って時々練習してるんですけど、でも最初本当にできなかったんですけど、だいぶできるようになりましたから、ね、練習すればできるようになりました。ヌイッチさん、できたら400ほど取れるんで、やっぱりやりたいです。ねえ、すごい減りますよね。ザックさん、本殿の声が聞こえる。ヌイッチさん、画面に映ってない第3のキャラが。
ちヒットしてるんでしょうね。パスで引っ張られちゃうから、残機並みに嫌なんですけど。油断して一発空振ると差し返して、トリガー発動されて引っ張られちゃう。Round one. まあ、油断するのは嫌ですけど。ぬいちさん、あんまり対戦したことがないのでわからないですね。ただ G 側も面倒じゃないかなとは思います。そうですよね、一生懸命あの置き技に全部仕込み入れて大変だと思うんですけどね。最
打つからいけないんですけどね。ゆきまゆこむさん、俺のランクマが終わったのでボンさんと二窓です。わら僕もボンさんの見ながらやってます。
ごめんなさい。ヌイッチさん、自分でやってみて思ったんですけど、ヌイッチさん、前捨てと前歩き強 P 混ぜられると食らっちゃいますね、わら。そうですね、まあ、どっちも前捨て見てる相手にピッて止められちゃうし、あと間合いがね一緒なんですよね。一歩下がられちゃうとどっちもスカるんですよ、ね、でまあ、あの前捨てなんとかって前捨て5番が強いですよね。そうですよね。Yeah!
無益地3なので持続クラップガード5や固定ダウンの後にやれば卓になるんじゃないかと思って使い始めました。あ、いいと思います。微妙にレなんていうかちょい有利ぐらいの時なんだろう、前捨てしてちょい有利ぐらいの時にやるとすごい強いと思います。投げもありますからね、前捨てると投げは直接タクですけど、前捨てしてしゃがみ中盤とか有利継続するっていうのがいいと思いますよ。ムイッチさん、なるほど。なんかいつも同じだとね、いくら強いタグでも。相手も目が慣れちゃうんでいろいろあるといいと思います。さっきだとあんまり関係ないかもしれないですけどね。でもラウンジで同じ人と続けてやるときとか、そういうときはやっぱり引き出しがある方がいいですね。昔アレックス・ラムすごい嫌いだったんですけど、最近好きになってきたな。アレックスとララ、ララ相当有利ですね多分ね。
ヌイッチさん、おう。これね、狙ってました。ゆきまゆこむさん、得意なのやりましたね。得意なんです。多分アレックスがグロ取っちゃったら確定だと思う。ゆきまゆこむさん、俺は固まってる状況がない、わら。ゆきまゆこむさん、暇あれば X サンダー入れ込みですよ、わら。これ強いですからね。でも最近なんか、あの大パッキャンセル EX サンダークラブに割り込んでこれ、来ません、みんな。怖くて打てないんですけど。サンダーはしゃがみ中から出せばいいんですよね。しゃがみ中パンガードさせられる距離まで来たら、しゃがみ中パンで有利でもちょっと欲張りたくなっちゃう。Win this battle and you'll have a 5 win streak in ranked match。 ネカリこんなすごい色あったっけ。すごいなこれ。Round one. Fight!
ヌイッチさん、ちょっとだけ足りなかった。そうですね、あれもうちょっと減ってもいいと思うんですけどね。次のアップデートでこういうところに手入ってくるとすっごい嬉しいんですけどね。ゆきまゆこむさん、スタートボタン、わら。スタートボタンの方がいいですかね。ね、よくわかんなくて、いろいろ試して、前までスタートボタンを押してたんですけど。ゲームキャプチャーするのがいいんですけど、なんかうまく動かないから、フルスクリーンでキャプチャーしてます。ゆきまゆこむさん、他の配信に比べて声小さい感じしますね。あ、そうですか。なんかその先ほどでなくてマイクの設定をやり直したんですよね。そのせいかもしれませんね。マイクの原因を上げてたのが戻っちゃったかも。ゆきまゆこむさん、なるほど。ゆきまゆこむさんですね。
手にいかれるからドキドキですよ、ね。ゆきまゆこむさん、わらわら。ぬいっち、さん、波動確認ミスの X コマ投げなんだかんだでそのまま当たること多くないですか？そうですね、笑。これ、多分、使うべき強い技ですよ。怖くて使えないけど。で、この間合いから、ね、このスピードで、しかも、あわよくば弾抜けてくるっていう。おもむろに出されたら絶対反応できないですよ、これ。ぬいっち、さん、ごめん、って言いながらやってます、わら。当たればいいんじゃないですか、それで。で、避けられたら、ごめんすれば。僕も全然使わないんで、時々オンラインで、それを使ってくるララが、ザックさん、めちゃわかる。全くらいしますよ。Round one. Fight.ゆきまゆこむさん、食らう方が悪いので気にしない方が良いです。わら。ぬいっち、さん、わらわら。距離が合わなかった。怖すぎる。いやー、当たらない。
テージ使いました。 You win。 ザックさん、中足届いてすらいないのにヒット確認できるフレームで弱肘入力して、中足からぶり弱肘漏れが当たってこも申し訳ない。ヌイッチさん、悲しみ。遅らせの弱チャージですよね。いや、あれ強いと思いますよ。カウンターする。やっぱり強くないかもしれません。ヌイッチさん、技の相性が悪いような気もします。まだララで対戦したことないですけど、わら。ですね、ジュリーと最近のルシアが厳しい組み合わせだなって思います。中足が長くて球をこっちの球をかいくぐってきて、そこから確認して痛いのが入るっていうパターンですね。
ティもなくなっちゃったっていうニュースがありましたけど、ね、アップルにつくんでしょうね。ヌエッチさん、バックジャンプガリ上手すぎー。練習して、ちょっとあれなんですよ、意識的にやってるんですよ、今ランクまで。ちょっとね、飛ばすための球も危ない球を打ってるんですけど、中足トルネードスピンすごい大安定で置き攻めされちゃうんだ。ヌエッチさん、バックジャンプの頂点手前で出すってのは練習して分かったんですが、まだ実戦でうまく使えてないんですよね。練習ちょっと必要ですね。あんまり低いと拾えないですからね。You win. ジャックのホットチャージ拾うときはある程度の高さで拾えばいいんで、まず最初そこからだと思うんですけど、 V スキル2で拾うときは本当に高さで拾わないと拾えないんで、コンボらないんで、もう一歩難しいですね。ヌエッチさん、かなり体力差があってか絡めたい時ぐらいですかね。そうですね、できたら、いや間違いなくコンボだから練習すればになるかもしれないんで、やるべきな気はしますけどね。
調子いい時はね結構できるんですけどね。だから安定するレベルまでいけそうな気がしてるんですけど、あと最近はこの竜が鬼門、よう分かりません。どうやって戦えばいいのか。ラウンド1ファイト。ヌイッチ3、段持ちで手の判定が前に出るキャラはクラップの総裁抜けをうまく使えたら。そうですね、クラップの総裁もありますし、ゲージあればヌイッチ3、かなり圧力かけれると思うんですが、なんか追っ払われるのもそうですよね。いやでもヌイッチ3、ただ難しい。はい、崩れない。おっしゃる通りだと思います。詰めてやったと思います。おや、あ、違う、こうやってじゃない。ヌイッチ3、調べたらかなり前に出てるので結構しゃがみ強 P で殴れるんですよね。戦いの立ち位置というか、できるんですけど、
ヌイッチ、3、徹底してくる相手はどれだけ被弾少なく端まで詰めるかなんですかね。そうですね。これをこう殴る。ヌイッチ、3、それだけの相手と当たったことがないので想像がつかないです。あ、まあ、わら大感もあり。とにかくだから地上戦ですね。でも相手ももちろん中足しか打ってこないわけじゃなくて、無責任にというか、時々やっぱりあっち行けっつって灼熱打ってきたりとかっていうのはまたそれで離されちゃって、ガイルとやるときに近い。でガイルよりもガイルはほら、あの通常技で追っ払われてもベシッと食らうだけですけど、竜はコンボとか置き攻めついてくるんで、ガイルより竜の方が苦手が感じますね。ついやっちゃう。Round one. Fight.
着地キャンセル CA で勝てると思うんだけどな、思ってなかったな。ヌイッチさん、確かに勝てそうですね。トレモで試して自分のユリアンの操作が甘かったのかもしれないんですけど、勝てそうな感じだったんですよね。ラウンド1ファイト。
ヌイッチさん、強いなぁ。台形で台形来た台形で出すってないでガードしてれば話じゃないのにちょっとそっから焦ってね。ゆきまゆこむさん弱肘カウンター確認かしてればわら本当ですね。ぬえっちさんわらわら3連チャンで勝ち確を逃しました。ラウンド1ファイト。全く今の試合は勝った気がしないですけど。ゆきまゆこむさん、真面目なトレモ。なんかあれなんですよ、最近藤井さんに逃げ切られて負けるんで、払うところを逆に狩るみたいな真面目なストップをしないといけないのかなと思って嫌だなと思いながらやってるんですけど、ゆきまゆこむさん、藤井さんは勝手に画面端行くんでそこでハメ。じゃあもうちょっと藤井さんを信用して歩かせないとダメなんですね。ゆきまゆこむさん、歩きで牽制になるんすよね。
ゆきまゆこむさん、あの人うまい部分が X 波動のタイミングとシミーだから。そうそうそう、ね、ゆきまゆさん多分一番やってるララだと思う。灼熱波動嫌な時に打ってくるんですよね。一番長いダイパンでさ殴ってキャンセル中チャージでいいのかな。ゆきまゆこむさん、波動ガード後に先端立ち強敬奥の藤井さんには有効。なんか暴れるんですか。ハリにしてくれるな。ラウンド1ファイト。ゆきまゆこむさん、波動の手にクラカン取れるんすよね。ゆきまゆこむさん、あの人その距離で波動打つのが好きなんです。なるほど、こんな感じします。でもあれですよね、波動潰す台形だと灼熱に負けるやつですよね。ゆきまゆこむさん、完全に人読み、わら。ゆきまゆこむさん、灼熱には負けますね、わら。ゆきまゆこむさん、それ嫌がってバクステが入るからさらにライン上がるんすよ、わら。なるほど、なるほど、なるほど。You win. そう、なんかあの、ほら、バナオさん。ゆきまゆこむさん、で画面端でハメ、わら。画面端まで連れてかれちゃえば、連れてけちゃえば、だいぶ、いいですよね。ね、一時バナオさんとデオさんをいじって台形打つなみたいな論調になりましたけど、やっぱ台形打つなと思って。ゆきまゆこむさん、基本打たなくていいですね。ゆきまゆこむさん、あくまで人読み用の武器です。なるほど。ゆきまゆこむさん、前飛びはあんましないっていう信頼の上です。そうですね、前飛びしないですね。ゆきまゆこむさん、普通のたかしにはやらんです、わら。もう言う対策じゃない、完全に人対策ですね。いいっすね、そういうの。ゆきまゆこむさん、やりすぎて人読み回りすぎてるんすよね、わら。課題だなと思ってるんですけど、あの相手のハジにあんまり僕はお仕置きができてなくて、遅らせ打撃とかちゃんとやんなきゃいけないなと思って、あのやれはするんですけど、なんか安くて
ゆきまゆこまさん、攻めも守りこま投げしちゃいます。わら。そう、まあそれでね、勝っちゃうとき勝っちゃうんで。だから、これは、なんていうか、ダラーっていうキャラクターを使ってる功罪ですね。他のキャラはね、もっと工夫しなきゃいけないところ、これも投げでいいじゃんってなっちゃうっていう。ゆきまゆこまさん、やっぱり読み合い簡略化できるのは強いっすね。強いっすよね。でもリスクがやっぱりね、あるから。ちょっと、リスクで、そう、殴りたいなって気が、やっぱあるっすよね。ゆきまゆこまさん、それはそれで、わら。最近キャノン使い上手くなってる気がしてて、こっちのサンダークラップ打つとすぐ EX のアローできません、ね、怖くて弾打てないですよね。打っちゃダメなんでしょうけどね、きっとね。ゆきまゆこまさん、パソコンだから弾抜けやすそう。多分そういうことなんですよね。人とやると真面目にやらなきゃいけないから疲れる。面白いけど。やっぱ弾打って飛んでがいいっすね。でタクるのがいいな。中足これからもうな。で前タイピーになっちゃダメだし。8台 P を使ってないな、これくらうと。
か面白いなと思うのはさっきのキャミの、あの反動の話と出て、最近リムっていうのは風魔処理剣からのタクをガードできるようになったなと思ってて、なのであの巻き菱とか増えたのかななんて思ってるんですよね。鉄の崩しがいいような必要になってきたのかなって。雪まゆこむさん、表裏は上げ面の打点でわかりますね。なんとなくわかりますよね。あとほら変な霞がけでタクってくるのもあるじゃないですか。雪まゆこむさん、霞は見えたらボタン押してます。わら。ザックさん、霞はそろそろカウンター扱いにして。そうですね。ララのアバンテだってカウンターになったんだから、カスミも全然それでいいっすよね。誰も困らない。雪まゆこむさん、武途中カウンターじゃなかったのに。本当ですよね。でもカウンターでいいかなって気がしますけど、だからララを戻せじゃなくて、やっぱり霞がけをカウンターにしろですかね。ちゃんと強そう。雪まゆこむさん、おほりんか。あ、これオーリンさん。なるほど。それはいいっすね。雪まゆこむさん、アムールさんです。はいはい。雪まゆこむさん、登る555はパソコン赤。なるほど。
安い。ごめん。覚えとこう。この登る高校校はアブルさんか。ゆきまゆこむさん、いにしえのぼったくり、わら。そう、一周回ってありかな。違うよ。
強いなって勘違いするんですよね。突き詰めたらウイスキー2もないような気がするんだよな。難しいね。長はあれですね、多分ウイスキルあんま使わないんですね、突き詰めるとね。ラウンド1ファイト。
さんからイルラウンジも来てますね。じゃないですか、8時からね。最近慣れてきた感が得意だとは言えないけど分かってきた数やってっていう感じですね。ラウンド1知らないんだよなこいつに耐えるファイト。負けない。
します。耐えた。ありがとうございました。またなるべくしばしばやりたいなと思ってるので、あの疲れてる時にもちょびっとランクをやったりするんですけど、やっぱりどうせだったらね、なんか見てもらえる人がいれば嬉しいので、ということで終わりにします。ありがとうございました。